第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭は鳥海キャロル、しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はアグネスパレード、懸命に追いすがります。アドマイヤメール頑張る。残り 200m、 鳥海キャロル先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。一気にアグネスパレード、アドマイヤメールかわす。アドマイヤメール、アドマイヤメール1着、2着にはどうやらアグネスパレード、見事に勝ちました。アドマイヤメール、アグネスパレード2着止まり。しかしなんとか面目を保ちました。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。先頭はメジロピナクル、メジロピナクル先頭。2番手はランニングナイル、必死に追うメジロピナクル。2番手はカルメンシータ、メジロピナクル、ゴールイン、メジロピナクル1着。2着にはどうやらカルメンシータ、1番人気に応えました。メジロピナクル見事です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってファッションチャート、ファッションチャート先頭。2番手はファッションチャート、ファッションチャートいっぱいになった。ここで先頭は大気ブリザード、あと 200m、 先頭は大気ブリザード、残り 100m、 大気ブリザード先頭。2番手はノーブルソウル、大気ブリザードゴールイン、大気ブリザード1着、2着はノーブルソウル、見事に勝ちました。大気ブリザードノーブルソウル2着止まり。しかしなんとか面目を保ちました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはベガ、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。残り 200m、 ベガ先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手は北斗ベガ、ベガ1着、ベガ完勝、ベガ1着、2着は微妙です。これが G1 馬だ。ベガ